Hello and welcome to all visitors to Lake Akan Hot Spring. We are proud to call your attention to the original items found in the shops in Ainu Kodan. おはようガント。今日みんなかけた？いや、もうちょっと時間ください。じゃあちょっとね。加藤も終わったの？終わりました。お、自信ありげだね。いや、別にね。頑張れ、急ぎ急ぎ。もう来年卒業ですからね。他の地域の学校はどうお考えですか？あんまり考えてなかったんですけど、もし本人が行きたいところがあるんだったら。だってカントはどう思うの？いや別にこれというものはないし、あかんから離れれたらどこでもいいです。
じゃ。はい。どうだった？いや、別に。カント、廊下で待っててってさっき言ったのに。いや別にいいじゃん、暇だったのに。あんたさ、ここじゃないところならどこでもいいって言ってたけど、あれどういう意味？どういう意味って、もうちょっと小さいし、なんつったって普通じゃないじゃん。普通じゃないってどういう意味？愛の関係のことやらされるじゃん。誰に？大人たちだよ。そんなこと誰も強制なんかしてないよ。無理やり連れてったことなんかないよ。でしょ？バカなこと言って。もう帰ろ。カント、さっき宿題やんなさいよ。わかってる。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ここって愛の店？はい、そうです。あなた愛の？そうです。そうですか。はい。ルーズっぽくやってるけど、止めるところをしっかり止めると、ちょっとそこ意識してもう一回ちょっとやってみよう。夏休みは自由になる時間が多くなります。一学期の生活を振り返り、充実した夏休みとなることを記念しております。そして
2学期の始業式に一回りも二回りも大きく成長した皆さんに会えることを楽しみにしています。まずは1学期。チビ、待ってたか。どれ、おいしいの。あのな、そんな時代じゃないだろう。でもお前、もう熊飼っちまったからな。しゃねびや。だから言おうなんてするってか。今の世の中の人は絶対許さないぞ。あの、イオマンテのことちょっと聞いてもいいですか。子グマを育てるっていうのは、子グマの中に宿ってる神様と一緒に過ごすってことで、で、大きくなったクマを殺すっていうのは神の国に送るっていうニュアンス。うん、あのやっぱり自分で大切に可愛がって可愛がって養った雲を送るからこそ価値があるんだっていうふうに俺は覚えてる、うん、でその神様は自分の神の国天に帰っていて、周りの神様に、いや地上人間の国すげえいいとこだ、綺麗なとこだって言ってもらったら、それを聞いた他の神様がなったり熊になったりして地上に恵みとして降りてきてくれるのよ。それがカムイとアイヌの関係性、これの主軸なわけよ。それやんないことよね。どうもね、なんか俺アイヌだぞって思ってるし言ってんだけど、肝心なとこがふっとつかめない、なんか変なんだ。言うのはよ、簡単だけども、俺にはね、そんな根性ね。俺は熊を殺すなんてできないな。でもうちらだってそうじゃない。他の人たちが殺したものをスーパーで買ってきてパックになった肉食ってさ、ありがたみも何にも分かってないっていうのと、アイヌの信仰としていただいた命をまた送り返すっていう儀式をきちっとした形でやるっていうのは、全く自分の考え方が変わってくると思うよ。俺らの飯の種は何だよ。観光だろ。観光でやってるところで風評っていうのはつくんだよ絶対。いやだからよ、この村アイヌコタンって名乗ってんだで。変だべや。昔のよ、先祖が狩猟民族やって熊殺して食ってた時代とは今とは全然違う問題だからさ。この世の中の人が納得してくれるかくれないか。世の中の人に納得 してもらうなと思ってない。俺たちの問題だ。時代なんていつになった時代来るのよ。したら俺たちああいうの変わっちまうのか。このまま안냐 하라미다 고독하노 구타라삼맥삼보다이고 안냐 하라미다 제다진주제다묘주제무조제무도도주노조이사이구신지주고고즈 안냐 하라미다 주속세스 주와즈갸테갸
ハラギャテボジズワカハンニャシンニョ。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。最近どう？うん、変わらないよ。まあ、あっという間だよね。うん、1年なんてね。工事を作ってたもんは、なんか取ってあの版画とか作ってたけど、うん、そのまま。関東、ん？お前、光の森知ってるべ？うん。あそこずっと抜けたとこにな、ホラナってよ。そのホラナの向こうずっと抜けたら、死んだ人らが住んでる村あるんだってよ。一回行ってみるか。まさか、だってそんなのただの伝説か作り話でしょ。うん、でも伝説には元になる話があるって言うからな。あながち全部嘘ってわけじゃないかもしれんぞ。じゃあもしだけどさ、うん、その話が本当だとして、こっちからその死んだ人の村に行くことってできん？うん、まれに向こうの村から会いに来ることあっても、こっちからはいけないんだって。何それ、それってずるいな。まあいいからよ、ホラー穴見に行くべ。キャンプでもしながらよ。何かわかるかもしらんぞ。ご旅行中の皆様、ようこそ阿寒湖温泉へお越しくださいましてありがとうございます。アイヌ古式舞踊を公演いたします。とよ、森に挨拶するべ。ああ、うん、この辺がいいな。よし、じゃあおむかみあんな。でな、こうやって巻くことちゃっちゃりっつう。ちゃっちゃり、うん、事故のないように、何事も起こらないようにってお願いして巻くのよ。これ、俺もやれ。はい、おむかみあんな。よし、これで山入れる。行こう。これ、
相当長生きしたんだ。これで話せた穴、この穴の向こうに先祖の村、死んだアイヌの人の村があるの。そういう伝説、うん、見てみれ。いや、いいよ。いいぐらい見てみれって。だからいいって。釣れた！釣れたよ！おお、いいな、おい！俺の分も頼むぞ！それは自分で釣りなさい！このお尻からな、ナイフを差し込んで、魚の喉までまっすぐ切り上げる。そして、腹綿をかき出す。ほら。あ、簡単だね、ほら。このナイフな、実はよ、お前の父さんが作ったマキリなんだ。これをお前にやるから、魚一匹さばいてみれ。ほら、ちょっと見たい。綺麗だべ。ちゃんと袋見たことあるか。うん、ある。どこで。どこでって、動物園の中に。動物園で見たのは見たことにならんねや、うんうん、俺昔よ、浩二と一緒に山で野生の袋見たの。すんごい目に力ってな。これさすがコタンコロカムイ、村の守り神だなって俺は納得したね。お前の父さん、俺と一緒に見た袋を忘れなくて、こんな彫刻作ったんだ。でもね、うまいわけじゃねえんだ。だなんか力強くてな、すごかったよ。忘れられなかったんだろう。
北見サロマイボロソクルカ、はい、北見サロマイボロソクルカハンペキムンクスパエアシ、はい、ハンペキムンクスパエアシエノンタシーノポンエペレパラパラハウェ、どうぞ。エノンタシーノポンエペレパラパラハウェハンペヌクス、私の母とですね、母と二人で隠れたはですね、クコットットドゥラヤユカオアシ、どうぞ。クコットットドゥラヤユカオアシ、はい、いいですよ。はい、これがですね、明治34年の話だっていきますね。じゃあここはですね、ちょっとあの解説していきますね。分かんないとこあったらいつでもあの質問してくださいね。カント、お前暗い顔してるぞ。そう、うん、こういう時やな、こうって顔いっぱい縦に伸ばしてる。でその後な、ここにな、顔中全部集めよう。やんないよ。いいからやってみれ。ほっ、くちゃ、それから口を横にいいって言う。いい、そうそう、一緒にやるぞ、せーの、ほいくちゃって、はい、にー、ほら、笑えたな。よく降る雨だけど、こんな雨にも積もって降ってるからな。檻がある。うん、なんか入ってんの。さあ何いるかな。あ、子グマじゃん。これを見せたかったのさ。めんこいべ。かわいい。お待たせ。おいでおいで、餌やってみるか。はい、うん、こいつ名前なんて言うの。チビ。チビ、うん、はぁ、あ、チビに、おいおいで、おい、餌です。食べた食べた、もう食べた。チビカント、うん、一緒にチビの世話してみるか。やりたい。やりたい、よし。一つな、条件がある。何。ここにチビがいるってのは絶対に内緒。なんで。だってお前いろんな人勝手にこんなとこ来られたら困るべや。そっか、分かった。約束できる、うん、よし。いいかったな、チビ友達増えたぞ。うんか、うん、チビ、おーい。Okay, thank you. Thank you very much. Bye. ただいま。おー、おかえり。どうだったキャンプ。意外と楽しかった。本当。よかったじゃん。でもまずは風呂だな。うん。トイレ。入れるわ。日本語上手ですね。あ、一生懸命勉強したんで。一緒に撮ってもらってもいいですか。いいですよ、はい、ゆっくり笑っていいですか、はい、はい、チーズ。あ
題やった宿題宿題宿題はやってない宿題の話を出すな宿題の話はしちゃあかんお前出すな本当ドキッてする禁句だから夏休み中の禁句だからおいお前なんだそれ入っててこい入っててこいやだ頑張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 行け止めろ出たチビかわいい、うん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 、うん、早く来るってかも何？え、こばちゃんに野菜持ってきて。いや、ちょっと今忙しいから無理。忙しいわけないでしょ。ほら、早く。遠くから来てるから、えこさん。やってね。へえ。恥ずかしいな、歌下手だし。あ、下手でないさ。一曲だけで結構ですので、きちんと残しておきたいんです。よろしくお願いします。一曲でいいって。甘くた甘くんふちいふんけあたはんちるえかちぺのちさえいえくるかすえあたはんいてけたまつねえかちぱらぱらくににあたはんでたあまくたあまくんふちいふんけあたはんちるえかちぺのちさえいえくるかすえあたはんThank you.
痛い。あ、ごめんごめんごめん。ちょっと動かないで。じゃあこうして。痛い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 。おー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 、なるほど。軽くなったでしょ。なるほど、うん、短くなったけど、うん、ちょうどいい、うん、もうちょっと短くしてもいいよ。いや、うん、こんぐらいが、でもここから辺、うん、バスケにしまねばパムタル穴くパリにセパカコヤイクスやりたいって一から作って、うん、まだ中あるってわけじゃない。なんかむっくりとか入れたり、うん、いやだけどみんなが思ってるよりはトンコイとか弾けないんだよ。いや俺らは思ってる、よく弾けるんしょとか、 なんかあの都会とか行ったらよく言われる。あ、実は弾けない、うん、先入観持たれてる、ね、なんかね、いやでも俺あんまりその愛の楽器とか使いたくないんですよ、ね、なんで、うん、いやみんな自由にやってるんで、うん、バンドで愛のことをやらなくてもいいんじゃないかなって。でも分かんなくもないけど別に何やってでも愛のは愛のじゃね、うん、なんていうその表面にさ愛のを出さなくてもよくない、うん、別に、うん、うんうん、うん、まあかっこよければいいよ、うん、ドヤ顔どこも人だもん、かわいいかわいい。こんにちは、デボさん。おおこんにちは。今日だっけ。大丈夫、もういいよ、座りだ。忘れてた。いやでもお久しぶり。ああ本当だ、しばらく来なかったな。すみません、ご無沙汰しちゃった。ちょっとまた取材をお願いしますけど、うん、録音していい？いいよ、どうぞ。じゃあ今年のマリモ祭り、うん、去年と何か違う点ありますか。いや、あんま変わらんな。いつも通りちゃんとやるだけだ。でもね、でもさ幅広く活動してるからなんか新しいプロジェクトがあるんじゃないですか。いや、なんもね。ない、なんもね。うん、ちょっと聞いたんだけど、うん、アカンでヨマンテをやるっていう話。やるわけないでしょ、ヨマンテなんか。本当？うん、本当ない？ないね、噂だ。うん、わかりました。じゃあ万が一そういう話聞いたらちょっと教えて、取材したいから。なんで。そりゃそうでしょ、だってみんなね興味関心あることだと思うよ。長い間は行われてなかったほらね、そういう儀式を今あえてやる意味は何だっていう。だって聞いたら、アカンでは1975年からやってない。興味あるったって誰も理解しないでしょ。
それはね、正直さ、まあ伝統文化としては分かるけど、まあ現代社会の中で、ね、熊を殺すっていうのは、まあ、理解してもらうのは難しいと思うけど。シャモならそう言うべな。いやごめんね、あのなんかまあその違うの、その、まあ、一般論としてね、うん、そういう意味じゃないか。大丈夫、からかっただけだから。チュー、喋ったのお前じゃないべな。言うわけねえだろ。ああ、詮索し合うのはやめようよ。そうだ、みどりさんはどう思うの？なんか心配事とかある？まあやるからにはね、心一つにしなきゃなんないし、まあ料理やら歌やらその場に合ったものをしなきゃならないし、いろいろ大変だけどね。俺は反対だからな。まあ参加は自由っていうことにしよう。やるとしたら熊の面倒もみんなで見なきゃならないし、頑張りましょう。うん、みんなでな。なんかあるの？いや、みんなでやるさ。ジビ、あれ、あれ。ジビ。カント元気だった？はい。バンドはやってんの？やってます。本当。でもなんかこうして見てっとさ、この部屋全然変わってないから、またひょこっと帰ってきそうだよね。うん。なかなか片付けられなくってさ。
あ、そうだ。一応やっとこうかな。何すんの？山に挨拶。偉いなぁ。誰に聞いたの？デモさん。デモか。あいつ、たまに話にホラー入ってくからよ。気をつけてもいいぞ。カントさ、こういう綺麗な景色見たときどう思う？俺時々切なくなるな、こういう景色見ると。北海道って言われる前さ、アイヌモシリって言われてたろ、ここ。その頃はこれ全部山も川も森も全部アイヌのものだったのがさ、今そういう土地ないもの。それを思うと俺はちょっと切なくなんだよな。ここ父ちゃんと来たの？たまに連れてこられました。辛いと思うけどさ、辛いっていうのは浩二がまだカントの心の中にいるっていう証だからさ、今の自分の気持ちのままでいても俺はいいと思うけどな。看護師さん来てるからもうちょっと待ってみようか。投げ方わかんねえこれ。うわ、あ、3回いいいいよ。俺めっちゃ言ったじゃん。いいして、いいじゃん。はい、ちっちゃいし。あ、おっしゃよ。書いてないんでしょ。書いてると、としたら俺も書いてるから。うるさいな。構成だってできてるしね。二人触りのない日々がある日突然変わった、うん、きっかけつかめないで、うん、何していいのかわかんない。目指したい上には上がいる。最後どうなんだ。もがいた僕は夢を持ってた、うん、持てた、持てたの。もがいた、もがいた、もがいたって練習してるってこと。なるほど、分かんない。ギター練習してますよ。もがいたってなんか言うね、表現的によくない。特に意味はないじゃん。特に意味はなしが、うん、早く書きな、うん、俺も書いてるから、鼻で笑えるから、うん、もうちょっと次は大きい紙に書いてきたらいいと思うな。それ、ね、それが完璧だと思うよ、うんうん。佳代子さん、なんでここにいるの？関東
なんでって餌をやりに来たんだよ。それ俺の仕事なんだけど。これからはみんなで世話することになったの。これも儀式の一環だからね。儀式？デボから聞いてないの？何を？ヤマさん、カヨコさんがチビに餌やってたんだけど、どういうこと？ああ、今度からよ、みんなで世話しようと思ってな。なんで？他の人には言うなって言ったのデボさんじゃんか。うん、その方がチビも喜ぶや。そんなわけないじゃん。大丈夫だって。じゃあ儀式って何？お前誰に聞いたのよ。かやこさんがみんなでチビの面倒を見るのも儀式のうちだって。お前、イオマンテって聞いたことあるべ。冬によ、みんなでチビバを送るんだ。はあ、ダメだよそんなの、ありえないって。でもよ、このコタンで一番大事になる儀式なんだ。やらなきゃ。コウジもイオマンタは絶対やりたいって言ってたんだ。あいつも喜んでるから。神の国へ子熊が帰るときに矢を撃ちまして、熊を本当にとどめの矢を撃つときの矢を解くそして子熊と、まあ、最後のお別れという意味でこういう形で踊ります、観光客の皆様方はこれより、マリモ祭り、迎える儀式が行いますので、ご静粛にお願いいたします。
カント、カント、懇親会行くよ。行かない、うん、行かないと今日母ちゃんご飯作んないんだよ。いいよ、みんな待ってんだから。カントのこと早く行こうよ。ほら早く起きて。ほら、うるさいな。行こう。エボさんから聞いたよ、カントにしたことは間違ってるって言っといたから。でも父ちゃんはユーマンテのこと真剣に考えてたのは本当だよ。聞いてる？聞いてるよ。母ちゃんも手伝うの？分かんない。今回はちょっと複雑。もう全部やめようかな、愛のことも。まあいいんじゃない、関東の人生だしさ。何すんの最近に。まあいろいろあるけど忘れて、今日は楽しもう。ジビ、ジビ、起きろ。開けよ。
たまた美味しく美味しく美味しくなあれ美味しく。関東、今日チビの見送りだから一緒に行くべ。関東、したら俺先行ってっからな。読まれピリカペウチカムイロロアイカシウサラワフチイレスカムイモシリコルチカムイオレンオリバットラのクイタチピリカのポーヌアエンコレナンコロオリバトラウオライトラネアネコロカヒレスカムイモシリコルチアットム様コイタクエチュコトキアニコイナウワシ。祭壇に向かうわけですね。そうです、で、あと次々に皆さんが花屋を打つわけですね。よし、打て。やあ、みんなに打たせてやれ。Hey, Joe! Hey, 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 Joe! H
ヘタック、ホプンポー、リムセアンナー
おぎれ、カント。あ、この時間だぞ、これ。酒臭。いいせ、少しぐらい。おぎれ。待ってる。ごちそうさまでした。